お前は半端者なんかじゃない。なのにどうしていつも半端を演じてる。事情があるんだろ。話せよ。畜生。キリがないね。コリンは死にました。コリンのあなたを思う強い心が媒体となり、その転生体として私が生まれました。転生体。我が名はベリウス。シーナよ、我が力あなたにお貸しします。いつもアリシアがついている。こんなところでやられるわけにはいかんな。いいえ、リーガルさ ん、 ん、アリシアはあなたも見守ってくれています。行くぞ。はい。マナを二つの世界で共有し、砂時計のようにやり取りさせる。そうすることで残り少ないマナの消費を最低限に抑え、大いなる実りが次なる大樹に育つまでの時間を稼ぐ。それが4000年前私たちが考えた世界救済の方法だった。だが人間たちはあまりに愚かだった。彼らは大いなる実りを独占しようと目論んだ。世界再生より目先の欲を選んだんだ。そして姉様は、やだ、大いなる実りを守ろうとして。姉様。姉様。いよいよだよ姉様。この体は姉様の固有マナに一番近いんだ。今まで何度も失敗したけど、今度は絶対うまくいく。これと。待っていてくれ。今度こそ守ってみせる。そんな。行くよロイド。ああ、俺の背中は任せたぜ。うわ。